こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、10月16日金曜日なんですけども、何の日かと言いますと、僕も楽しみにしていましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションシリーズのですね、発売日なんですね。僕もですね、朝一でユニクロに行って商品を試着をしまして、その中から気に入ったものをですね、実際に買ってみました。この日をですね、楽しみにしていたファッション好きの方、中にはいらっしゃるのかなと思うので、早速今回はこちらの商品をですね、レビューをしてみたいなというふうに思っています。まあ、先ほどまでですね、僕は実際に店舗にいたわけなんですけども、この JW アンダーソンとのコラボレーションモデルと比較するのはユニクロ U のコラボレーションシリーズなんですね。まあ、これはですね、2大巨頭だったりするんですが、どちらの方が人気が高いかというと、やっぱりユニクロ U の方が話題性もありますし、結構ですね、多くのファンの方がいるのかなと思います。確かに店内を比較してみても、先日のユニクロ U の方が混んでいましたね。ただこの JW アンダーソンのコレクションを楽しみにしている人もやはりですね、一定数いて、かなりお店の中は賑わっていました。その混雑したお店の中でいろんなものを試着をしたんですが、その中で僕が今回買ったのは3点とプラス1点という感じになるんですね。3点はメインとなるようなお洋服で、1点は小物になるんですね。それを今回の動画で皆さんに解説をしたいなと思います。今日なんかはですね、結構他にもたくさんのチャンネルでこのレビュー動画みたいのは出てるかなと思うんですが、このチャンネルのコンセプトとしては、大人の男性が着て違和感がないこと、誰でもですね、気軽に手に取りやすいものを中心にですね、皆さんにご紹介をしていきたいなと思っています。どれも個人的に気に入っているものばかりなので、皆さんもですね、動画を見たら早速店舗に行ってみるか、もしくはオンラインでも購入が可能なので、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは早速行ってみましょう。まず最初にご紹介したいのは、今僕が着ているコートですね。商品名をお伝えしますと、ダブルフェイスシングルコートというものになります。色はですね、2色展開になってまして、ネイビーとオリーブがあったんですが、その中で僕はネイビーを選択をしました。まあ、どちらもですね、実際に試着をしてみたんですけども、オリーブの方はですね、ちょっとやぼったく見えるかなと感じたんですね。というのも、このようなロング丈のコートというのは面積が大きいので、その色次第で結構ですね、印象って大きく左右されるかなと思うんですね。その点、オリーブという色で全身を覆ってしまうとですね、結構やぼったく見えるかなと思ったので、今回僕はこちらのネイビーの方を選びました。最近ですね、濃い色だとネイビーとブラックという2大巨頭があるんですが、ブラックの方が優勢になっていて、結構いろんなブランドでもですね、ブラックをしているところが多いんですが、今回の JW アンダーソンでは暗い色の中でもですね、ブラックというものがなくてネイビーの展開になっていました。ただ見ていただくと分かるかなと思うんですけども、ダークネイビーでほぼブラック的な見え方をしてくれるのかなというふうに感じています。まあ、シルエットに関してはですね、見ていただいても分かるよりかなりゆったりめかなと思うんですね。サイズは今回僕の体の適正サイズである S を選んで、そこまでビッグシルエットにはしてないんですが、それでもですね、身幅にはゆとりがありますし、あと肩のラインが落ちてるのも分かるかなと思います。まあ、典型的なウールのステンカラーコートのようなものなんですけども、ちょっとですね、サイズ感が緩くなっていたりですとか、ドロップショルダーになっているというところで、今っぽい雰囲気というところが表現されているのかなと思っています。僕はですね、このようなステンカラーコートが大好きなんですね。まあ、ビジネスの場面で着れるような結構真面目な雰囲気のコートなんですけども、これをあえてカジュアルシーンに落とし込むというのは、大人の男性には似合いやすいスタイルなので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいアイテムかなというふうに思っています。僕はこのコートをですね、内側にスウェットだとか、今着ているようなニットみたいなものを着ながらですね、少しカジュアルな雰囲気を足しながら楽しみたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては、今回はですね、ユニクロ U のちょっとワイドシルエットのものを履いてるんですけども、サイズ感を全体的にゆったりめにしながらというファッションもですね、今季らしくて楽しいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、参考にしていただきたいなと思っています。こういったステンカラーコートって結構ですね、ずっしりと重量感があったりして、着てるだけで疲れてしまうこともあるんですけども、割と軽量なんですよね。裏地がないのでサクッと羽織りやすくて軽量ということで、これはですね、なかなか使い勝手がいいのかなというふうに思っています。そして後ろ姿も見ていただきたいんですが、ベルトがついてますよね。
このベルトがついていることで、きれいめな雰囲気というところがより強調されるかなと思っています。一応ですね、ベルトは前で留めることもできるんですが、そういったスタイルは僕はしないですね。あえて今のようにですね、ちょっとだらっとした感じで垂らしておくことで、カジュアル感みたいなものを表現したいなというふうに思っています。今買ってきた状態のままで着ているので、通常通りでこのような仕上がりになっているのかなと思います。おそらくこのようなラフな形で着てもらいたいという意図もあるのかなと僕は思っているので、ぜひですね、買ったそのままの状態で皆さんお楽しみいただきたいなと思っています。これをもうちょっとカジュアルに拭いたい場合は、パーカーと合わせるのもいいかなと思っています。今季のユニクロ U のパーカー結構良かったので、ブラウン系のものだとか淡いピンク系のパーカーを合わせてカジュアルな方向に振ってあげるのもいいかなと思うので、ぜひこのコートを皆さんですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いてですね、2点目に購入した商品なんですけども、今僕が着ているですね、商品名はモッツコートになります。色はですね、こちらも2色展開になっていまして、もう1色はですね、ネイビー系があって、今回選んだのはこちらのですね、オリーブになります。先ほどのコートはネイビーとオリーブで迷ってネイビーの方を選択したんですが、こちらのモッツコートの方は今度はですね、オリーブ系の方を選択しました。結構ですね、この2色は最後まで迷ったんですね。ネイビーの仕上がりも結構良くて、これはこれで着たいなと思ったんですが、実際着てみたところ、このオリーブの色味がですね、結構ドンズバで好みだったので、今回はこちらを購入することにしました。まあ、このようなモッツコートというのはミリタリーのアイテムなので、失敗するともろ軍物感が強くなってしまうので、このようなオリーブというのはどうなのかなと思っていたんですが、まあ、実際に着てみたところ、色合いがですね、ちょっと品があって、すごくですね、上品な見え方をするんですね。で、価格が8000円くらいなので、正直ですね、このアウター系で8000円だと素材感というのはそんなに期待してなかったんですけども、色合いがとてもいい仕上がりだったので、これはですね、かなり満足度の高いアイテムなのかなというふうに思っています。先ほどのコートに比べると着丈の長さというのはこちらの方が短めなんですね。膝よりも少し短いぐらいなので、オリーブでもそこまでですね、やぼったい感じは強調されないかなと思っています。同じオリーブという表記でも、ちょっとした素材感だとか色の濃さで感じられ方って全然変わるんですね。このモッツコートに関しては非常に色合いが良かったので、僕自身はこちらを選択して非常に満足をしています。そしてもう一つですね、迷った点があって、サイズ感なんですね。まあ、基本的にですね、最近はビッグシルエットの傾向があるので、通常のサイズよりあえてワンサイズ上げたりすることもあるんですけども、今回はですね、僕にとっての通常サイズである S を選択をしました。まあ、このようなオリーブというようなちょっとですね、ミリタリーライクな色をですね、さらにサイズ感を大きくしすぎてしまうと、ちょっともろにですね、ミリタリー要素が強まってしまうかなと思ったので、あまり大きすぎないようなサイズ感にしています。ただ S でもこのように身幅にもゆとりがありますし、ゆったりめのシルエットになっているので、まあ、十分なのかなと思っています。最近はビッグシルエットでもですね、あまりに大きすぎるようなものというのは少しピークアウトした感じがするので、これぐらいの適度なゆとりぐらいの方がですね、バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、基本はですね、モッツコートのデザインではあるんですが、まあ、細部のディティールなんかはですね、結構やぼったさみたいなのを感じないようなシャープなデザインになっていて、現代的な解釈のモッツコートとして、これはですね、めちゃくちゃ使い勝手がいいのかなというふうに思っています。こちらのコートもですね、先ほどのコートと同様に重さみたいなものがないので、非常にですね、動きやすいんですよね。まあ、本来ですね、ステンカラーコートみたいなものだとかモッツコートって重量感があるものも多かったんですが、そういったものってやっぱり着てて疲れるんですよね。その点ですね、最近の素材使いというのは軽量で、すごく着心地がいいなというふうに改めて感じました。ちなみにですね、このモッツコートというのはカジュアルなアイテムで、このようなフードがついていたりするんですよね。まあ、ゴリゴリのミリタリーアイテムではあるんですが、フードがついているというところで、僕は個人的にモッツコートって大好きなんですね。ただ失敗するとおじさんっぽくもなりやすいので、コーディネートはちょっと工夫をしているんですね。内側に着ているのは先ほどと全く同じなんですけども、白の丸首のニット系のものを合わせています。こういったオリーブ系のやぼった色というのは、白を合わせてあげることでちょっと清潔感みたいなものを足してあげるとバランスがいいのかなと思っています。そしてボトムスに関してはブラックですね。こういったパキッとした色でしっかりと色を引き締めてあげるとバランスがいいのかなと思いますので、
ぜひこの着こなしも参考にしていただきたいなと思っています。今の僕のように軽く前を閉じてあげてもいいですし、前を開けてあげてもですねバランスがいいです。まあ前を開けてあげるとより白の分量が増えるので爽やかな要素が増えてくれるかなというふうに思っています。内側とパンツの組み合わせは固定をしてアウターを変えるだけでもですね全く違った着こなしができるので、まあ秋冬に適したアウターというのは何種類か持っておくと便利なのかなというふうに感じています。皆さんもですねぜひ売り切れる前にチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目の商品をご紹介したいなと思うんですが、今僕が着ているセーターですね、商品名はカシミヤクルーネックセーター長袖というものになっています。こちらもですねすごくベーシックで使いやすいアイテムかなと思うんですが、まあ、前から見るとですね非常にシンプルなクルーネックのセーターかなと思います。地味ですよね。まあ、正直ですね前から見た感じだとそこまでグッとは来ないんですが、このニットの面白いところというのは前と後ろで色が違うんですね。ちょっと皆さんにお見せしたいんですが、はい、映ってますかね。表はですねブラックなんですが、後ろはですねネイビーになっていてバイカラーになってるんですよね。これがですね結構面白いアプローチだなと思っています。決して派手さのないアイテムではあるんですが、裏と表で色を変えてあるということ、そしてこのブラックとネイビーという2色がかなり相性が良くて個人的に好きな組み合わせなんですね。実はですね事前にユニクロのサイトの中で動画を見たんですけども、デザイナーの JW アンダーソンさんがですねこのカシミヤニットのですねブラックかけるネイビーの組み合わせすごく気に入っているという話をしていたんですね。まあ、僕自身も実際に着てみて決して派手さはないんですけども地味なかっこよさっていうのがあって、こういったものっていうのは結構男心がくすぐられるなというふうに思っています。ただですねこちらは素材がカシミヤなのでお値段が結構高いんですよね。価格は9990円プラス消費税という形で、まあ、ユニクロのニットだとだいたい2000円から4000円ぐらいのレンジのものが多いんですが、その中でもひときわ高い商品となっているので正直ですね購入をためらったんですね。前から見ると普通のニットだしな、ちょっとインパクト弱いかなと思ったんですが、やはりこの後ろ姿の魅力ですね。ブルーとブラックの組み合わせというのは非常に品がいいので、これは1着持っていてもいいのかなと思って購入することにしました。正直万人向けのものではないですね。ファッションが好きでちょっとした細部の違いというものを楽しみたいという方にはですねこの価格を払う価値は十分にあるのかなと思っています。僕個人としてはこういった地味なんだけど使い勝手が良くて、それでいて少しのパンチが効いているというアイテムは大好きで、使ってるうちにじわりじわりと愛着が湧いてくるのかなというふうに思っています。まあ、このアイテムはですね重ね着するのもいいんですが、できればですね単体で着た方がバランスがいいのかなと思います。これに上を羽織ってしまうとただの普通のブラックのニットになってしまうので、この秋にですね1枚でなるべく楽しみたいアイテムなのかなというふうに思っています。でサイズに関してはですね今回僕は M サイズを選びました。通常は S サイズなのでワンサイズ上げたわけなんですけども、結構タイトめな作りになっているのでワンサイズ上げても決してダボダボな雰囲気はしないのかなと思っています。まあ、JW アンダーソンのサイズ感というのはユニクロ U に比べると割とですねベーシックなジャストサイズのものが多いのかなと思っています。ですのでいつも通りのサイズ感を選ぶのも悪くはないんですが、まあ、ニットに関してはあえてワンサイズ上げた方がバランスがいいのかなというふうに感じています。ニットに関してはジャストサイズ、そしてパンツに関してはこちらもユニクロ U のワイドパンツなんですけども、ちょっとですね下半身でボリュームを出すことでサイズ感を遊ぶというところでちょっとした楽しさというところをですね味わってみたいなというふうに感じています。決して派手さのあるようなアイテムではないんですが、ぜひ皆さんにもですねおすすめしたいアイテムかなと思っています。そしてラスト1点ですね、こちら小物を購入しました。まあ、靴下ですね、ユニクロの定番的なレギュラーソックスなんですけども、色味の雰囲気がすごくいいなと思っています。グレーの木調になっていまして色のムラ感があるんですけども、その中にですね赤とか黄色とかあとは緑だとかちょっとした混じり気があって、この感じがすごく可愛いなと思ってソックスを購入をしました。ちょっとレトロな雰囲気のある靴下なんですけども、スラックスなんかとも相性がいいかなと思うので、これはですね実際に履いてみてよかったらですね複数枚買って運用してみたいなと思っています。ちょっと見えづらいかなと思うんですが、こちらに JW アンダーソンのロゴが入っているのも可愛いかなと思うので、こちらもですね皆さんぜひチェックをしていただきたいなと思っています。他にも小物いくつかあったんですが、なかなかパンチが効いているものが多くてですね、僕たち大人の世代にはなかなかハードルが高いなと思うものも少なくなかったんですが、このようなソックスであれば皆さんにもですね気軽にトライをしていただきやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。
はい、ということで今回の動画では2020年のですね秋冬のユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションシリーズの中から僕が実際に買った3点プラス1点のですねアイテムを皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、正直ですね僕の感想としては当初予想してた通りの展開だったかなと思っています。これは間違いないだろうなと思ってたのがロング丈のコートとモッツコート、そして今僕が着ているこちらのニットですね。このあたりは結構いろんな方にもおすすめしやすいアイテムなのかなと思っています。一方で買わなかったものもあるわけですね。クレイジーパターンのシャツだとか、あともう1点注目していたニットもあったんですが、これは試着をした上で今回見送ることにしました。シャツに関しては実際に着てみると結構真面目っぽく見えて、これオフで使う機会あんまりないかなと思ったので今回は見送ることにしました。これはですね実際買うかなと思ってたアイテムなので意外とイメージとの違いがあったのかなというふうに思っています。そしてもう一点、ニットに関しては当初の予想通りですねちょっと色の混じり系だとかそういった部分にですねやぼったさを感じたので今回はスルーをすることにしました。他にもですね様々なアイテムがあるんですが、たくさんのシリーズの中で間違いなくですね今回ご紹介した3点プラス1点というのは皆さんにはお勧めしやすいのかなと思っています。まあ、いかにですね著名なデザイナーの商品であっても全部が全部いいというわけではないかなと思うんですね。特に僕たち大人の世代が普段着として使う上ではあまり行き過ぎてしまってもですねバランスが悪かったりだとか悪目立ちしてしまうかなと思うので、適度なバランス感覚って重要かなと思うんですね。今回ご紹介したものであれば、僕たち大人世代でも似合いますし、10代20代の方の中でもそこまで行き過ぎたスタイルというものに抵抗感がある方には非常に参考になるのかなと思いますので、ぜひ今回の動画を参考にしながらユニクロのお店に行っていただくか、もしくはオンラインでも購入ができるので商品をチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。